か他の人にもネタしてもらおう。じゃあその場合誰に取れスーパーって僕ごめんなさい。何してんの。ちょっとマシュマロ食べてて今。ごめんなさいごめんなさい。食べてないよ。食べてないよ。大きなジョークで今和まそうと思ったの。あれ真ん中のやつがこんなバラバラ髪しちゃダメなんだぜ。オッケーオッケー、これでギリだな。さあ皆さん、本当にこのポーズがイヴ・サンローランのロゴに見えるのか、僕とこちらの信子で最終チェックを。こちらのキョンチーには最高のタイミングでユッティさんになってもらいたいと思います。オッケーチェックするぞ。結果1ミリも見えません。強烈。 OK ナイスタイミングユッティ。どうもパーティーちゃんです。おれなあなあなあ、どうして、ナンバーワンを優勝する方法を思いついた。お前怪物ちゃんだね。お前今日から自分のことを松本人志って呼んでいいぞ。ううん、金子きょんちぃだよ。金子きょんちぃかい。金子きょんちぃって変な名前だね。いや、あんただってスガちゃん最高ナンバーワンって変だよ。いや、俺スガちゃん最高ナンバーワンかい。ねえ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 、おい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 。俺のお滑りポリスマン中に何の用だ。はい、チョコビ。なるほどね。まだ人前に立つのちょっと早そうだな。まあこっちでお話しとくから端っこのお客さんとおしゃべりしとく。いいよ。いいかい。なんで俺たちがこの準決勝勝ち上がる方法って、めっちゃ簡単だよ。簡単じゃねえんだよ。とんでもない猛者たちがいる中でこうやって勝ち上がるには相当な技術がいるから、その中で勝つ方法ってねえだろ。あるよ。ちょっとごめんね、ショートカットじゃん。髪型いいね。お前の笑顔の花が咲いたね。こっちでお話してるからさ、もうちょい静かにできるか。てかさ、なんかそんなことよりも絶対こうみんなを笑わす面白いことやった方がいいと思うよ。確かにそれは、あ、そうなんだ。さあここでネタの途中ですがお知らせです。こちらのキョンチーの姪っ子の赤ちゃんが最近走り出しました。すごいよね。もっとお祝いしてくれないと、家のポストに炊きたてのお米入れちゃうよん。ゆめぴりか。このくだりかわいっしょ。欲しいならもう 2,3 回ぶち込みますけど。オッケーオッケー。ねえ、ちょっと話しそらだけど、俺たちが準決勝から決勝に行く方法ってなんだ。ああ、それはね、面白いことをする。いや、なんだそれ。ねえ違う、ここそらしょだろうだったの。そらしょだろうなんだ。なるほどね。ちょっとうちの信子が暴れちゃいました、すいません。お前さ、まあ、ここの部分はあれですね、次回以降削るんで安心してください。OKOK だいぶ話しとるんだけど、ここでこちらの信子に皆さんにポーズを真似してもらいたいので、ポーズの完全解説をしてもらいたいと思います。いけるか。いやね、みんながね持ってるこのね手のひらをピッてやったらね、なんかねトータルで5本になるんだけど、ここがチュチュってこれこうやるでしょ。そしたらこっちのもなんか今8だからチュチュチュでピッてできるの。どうです、1ミリも話し返ってこないでしょ。こちらの僕は IQ テストでサボテンに負けたことがあります。はい、トゲトゲボンバー。勝手なことすんなよ。OK じゃあキョンチー代わりに頼む。いいよ。右手をピースして親指ピッて出して、左手はピストルで右手の親指につけるだけ。どうです、分かりやすいでしょ。なぜかこちらのキョンチーはちょっと賢いです。OK じゃあもう時間なし上がらせてもらっちゃおうか。最後に言いたいことあるか。特にない。信子はチョコミック。チョコミック。